マヤは私の最初のチャンピオンであり最愛の妻だった。彼女が痛ましい事故でこの世を去り、私は自暴自棄になって何もかもを投げ出した。幼い娘のエヴァンまでも。レースの世界に復帰してからも過去のことは振り返らなかった。しかしオーバンでの戦いは辛い記憶を呼び覚ました。そしてマヤとモリーの飛行スタイルの一致は私を混乱させたのだった。君が笑う風が見える、繋いだ空、時の向こう、世界の果てで待ってる。舞い上がれ惜しみだ夕焼けに、命は目覚め歌えば、きっと届く。飛べる限り私たちにもチャンスはある。これが宇宙の終わりだなんて信じない。やっぱりママは一番。危ないことなんて絶対ないもんほら見えた、ママが勝ってる、ママが勝ってる。雪にさっぱり分かりません。気温が急に下がったんです。コージ急ごう、アローにカバーかけると。手伝うことある？大丈夫だ、おめえは戻ってちゃんと寝ろ。物置にヒーターがあるから使ってください。うん。これでもかって感じね。レースで最下位の上に吹雪だなんて。ねえ、まだ？もう指の感覚がないわ。なんだよこのオンボロヒーター。21世紀も終わりだっていうのにさ。やった、もうダメ。なんでこんなに寒いの？こんなんじゃ凍えちゃうわ。ほらこっち来いよ。もうちょっと近くに座った方がお互いに温まるだろう。凍えそうな時は二人で毛布にくるまると助かるんだ。一人じゃ凍えて死んじまうけどな。それじゃあ一人で凍え死ぬわ。地球とコンタクトを取りたい。次の通信可能時間帯はいつになる？現在通信可能となっています。それはよかった。では繋いでくれ。スターン寄宿舎学校へ。今何時だと思ってるんです？こんな時間にかけてこられても生徒は出られません。申し訳ない、でも私は遠くからかけていて。皆さんそうおっしゃる。誰と話したいです？みんなぐっすり寝てますけど。私が話したい相手はエヴァ・ウェイという生徒です。エヴァ？あの子が何を？あなたの店で万引き？それとも宿代を払わないで逃げたとか？いえ、そんな。ただ話がしたいだけです。しばらく連絡しませんでしたが、私はエヴァの父親、ウェイです。ミスター・ウェイ！ご心配なく。お嬢様はきっと見つけます。ご無事でいらっしゃいますわ。前払いしていただいた授業料についてはなるべく早くお返ししようと思っていました。何の話です？ご存知ないですか？お嬢様誕生日に一晩中あなたからの電話を待っていて、朝に立って学校を飛び出したんです。エヴァ。
山には一度も登ったことないけど、これで今までの分は帳消しね。大きく広く開けたスペース、アロー3で勝負するのにまさにもってこいのコースだわ。これならいける。今日のレース勝ってみせるわ。今日のレース絶対勝ってみせるわ。愛川王子覚悟してよ。いい？今日は私が勝つ日だからね。殿下、そろそろはっきりさせていただきたい。我々につくのか逆らうのか。地球チームとの友情については私の個人的なものです。政治とは一切関係ありません。つまり逆らうということか。クロス、己血迷ったか。血迷ったのはそちらの方だろう。手を離せ。ニューラシアの王子を信頼できぬのにその民を信頼できるか。クロス、もうやめてくれ。どうすればよいのだ。ゲートは一つだけ。スピードの勝負になりそうですよ。それならちょうどいいわ。ブースターがちゃんと使えるか試してみましょう。モリー待て。燃料が持つか工事がチェックする。オーケーモリー、きっかり20秒後にブースターを起動できます。了解。やはり私の予想通りだ。地底に出てきた単細胞の生き物など何もわからない。統治者たる証を見せていただきたい。おい、嘘だろ。いい、冗談。あと10秒でブースター起動よ。モリ、なんかおかしいぞ。アイカがすぐそばにいて弓を構えてる。大丈夫、私たちを狙ったりしないわ。ああ、そうかな。アイスには貸しもあるしな。さあ、行くわよ。戦いの神、ヌーラバソファール。裏切りやがったな。第4レースも得点なしか。追い上げるのはもう無理だ。
あのご立派な王子め、この借りはきっと返す。倍にしてな。何負けた気になってるの？私は諦めない。レースは終わってないのよ。まだ勝つ望みはある。まだいけるわ。どうしてよ、アイカがあんなことするなんて。みんな必死なんだ、究極の褒章を手にするためにな。すぐ飛行神殿に戻ってこい。レースは終わりだ。今日のところはな。コージ、気がついた？ゲートを示す矢印が地面を指してる。あー、確かに墜落でダメージを受けたんでしょう。ただの故障ですよ。何？どうしてだ？ゲートが消えねえ。なんだと？ゲートはどこだ？アイカに仕返しするのか？ちょっと氷を打ってみてくれない？そいつはいいや、ウサバラシにぶっ放してやる。しなきゃいけないかもよ。レースに戻りましょう。ゲートは氷の下に隠されてたってわけか。モリー、お前天才だな。今日は私が勝つ日よ。ヒュッホー。人間がこれほど早く氷結を見つけるとは、あのちっぽけな脳みそでね。簡単にはいかないってことか。だが可能性は予測していた。どんなことにも驚きはしない。動きを読まれた。邪魔だこの鉄くず野郎め。これまで目立たずにいたのは対戦相手のデータを蓄積するためだ。なんで当たらないんだ。今こそ私が最強だということを知らしめてやる。今日こそ、私が勝つんだから。いかなる抵抗も無意味だ。私のスーパープロセッサーはお前の動きを瞬時に予測できる。究極の報酬は私がいただいたも同然だ。へえ、そう。じゃあこれも予測できる？現実を受け入れろ。お前たちの時代は終わった。ロボットこそ進化の最先端にいるのだ。今日はモリーの日よ。
が全て予測できる。可能性に満ちている。なんという美しさ。早く、もっと早く。どえらいレースや。かわいいモリーちゃんがついに得点。それも第1位でドドンと9ポイントゲットや。やったでモリーちゃん。2位と3位は該当なしやな。みんなゲート探しを諦めよったさかい。地球チームは一人勝ちで恨まれるやろな。まあそれがレースの掟や。最もふさわしいもんが究極の褒章を手にするんや。おブラボー。ありがとうございます。もちろんあの鉄くずコンピューターもそれなりに頑張ってたけどさ、この俺たちがブリキのおもちゃに負けるわけねえだろ。相川王子のやつ今頃悔しがってんだろうな。余計になって弓とかかじってるぜ。今日は夜空が澄んでいるな。そうですね。そういえば君のことを聞く機会がなかった。地球で君の帰りを待っている兄弟はいるのかね。ということは一人っ子なんだな。さぞご両親に可愛がられたろう。チームに入る前はどこで働いていた。どこって。確かメカニックとして働いていたとそう言っていたな。あ、ええ、そうです。メカニックでした。あちこちで働いていたけど、最後にいたのはブロカロモーターレーシングね。ブロカロモーターレーシング。偶然だがクライブ・ブロカロとは知り合いだ。私のチームで何年か働いていた。彼の会社が倒産した後にな。そのつまり私とにかく働いてたの。どこでだっていいでしょ。それでは聞こう。スターン寄宿舎学校という名を聞いたことがあるかね。スターン寄宿舎。もっとはっきり聞こう。君は私の娘エヴァなのか。ん？もし娘さんなら会った途端に分かるはずでしょ。そんなこと聞く方がおかしいわ。違う？それじゃもう失礼します。これからアローの点検をしたいから。今日はやりましたね。モリー待てよ。またドンウェイに怒られたのか。分かった、今度こそ俺が文句言ってやる。別に怒られたわけじゃないの。なあ、怒られたんじゃないなら
一体どうしたんだよ。ここに就職するときにちょっと嘘ついてたのがバレちゃったの。でもそんなの今更よね。本当はそれだけじゃないんだろ。よければ相談に乗るぜ。お前のためなら何だって力になりたいんだ。冗談ありがとう。気持ちは嬉しいけど、もう寝ましょう。うん、おやすみ森。今日はすごかったぜ。こんな形で家族に戻るなんて絶対嫌。あんな父親ならいらないわ。一生モリーのままでいた方がまだマシよ。エヴァ、お前なんだな。